ストレートガールは日本の競争は主な勝ち倉は2014年のシルクロード S、2015年2016年のビクトリアマイル、2015年のスプリンターズ・ステークス。2009年3月12日、岡本牧場に生まれる。体が小さかったものの健康体であった、と生産者の岡本明は話している。岡本牧場と関係の深かった。 調京市の伊藤裕二の仲介によって、広崎俊弘が場所となった。馬名の由来は、まっすぐな少女。立党、藤原秀明旧社に入った、ストレートガールは、2011年8月21日の新馬戦にて、宮崎北東を安城に初出走し、10番人気の11着。8月27日の未勝利戦にて同じく宮崎が、綱を握り、初勝利を挙げた。 二歳から三歳までに十一戦したが、勝ち星は未勝利戦と、2012年6月の500万、下条件の二勝に止まった。2012年9月1日の1000万下条件、マシューコ特別で2着入った後は、休養に入った。岡本は、ストレートガールが輸送を苦手としていたこともあり、藤原が長期休養を行ったと話している。 2013年6月16日の500万、下条件戦で復帰し、このレースは2着に終わったが、連投で臨んだ23日の500万、下条件戦で勝利。ここから8月にかけて、ストレートガールは4連勝し、オープン馬となった。8月25日には、重賞初挑戦となる、キーンランドカップに、出走、2着に敗れたものの、12月のオープン特別。 終わりステークスで勝ち星を挙げた。2014年2月2日のギー,イーシルクロードステークスで5歳の初戦を迎え、苦手としていた輸送も克服し、重賞初勝利を手にした。3月には、GI 初挑戦となる高松の宮記念に出走するも、不良馬場の影響もあり3着に敗れた。続く5月18日のビクトリアマイルにも登録した、ものの3着。騎手を務めた。 岩田厚生は範囲について、震度が開かなかったと話した。6月には、函館スプリントステークスに出走、一番人気に押されたものの、直線で震度が塞がれてしまい11着に敗れた。10月5日には、新潟競馬場で開かれた、スプリンターズステークスに出走したが2着に敗れた。12月14日には、香港スプリントに挑戦。 最後の直線で戦闘との差を詰めたものの、三着に敗れた。なお、スプリンターズ・ステークスと同じ日に行われた、美しく手入れされた馬を、急務員の手入れの技術を競う、ベストターアンドアウト賞では、ストレートガールを担当する調教助手の田中博氏が受賞した。6歳となった。 ストレートガールの初戦は2015年3月29日の高松の宮記念であった。香港スプリントでの構想などが評価され一番人気に押されたものの13着に敗れる。この日は雨が降っており、安城の岩田は雨により馬場条件が良くなかったことを敗因に挙げた。5月17日にはビクトリアマイルに出走。岩田がこのレースの一番人気であったヌーボレコルトに 起乗することから、ストレートガールの騎手は、戸崎慶太に変わった。人気としては5番目であったが、レースレコードタイとなる1分31秒9のタイムで勝利、GI レース初勝利を果たした。6歳頻馬の GI レース勝利は、1989年のジャパンカップでのホーリックス以来の出来事であった。5月22日に放牧に出され休養した後、9月13日の、 セントールステークスを経て10月4日のスプリンターズステークスに出走。一番人気に押された。レースはスローペースの展開となる中、後方からの追い込みが決まり勝利。GI レース2勝目を挙げるとともに、藤原と戸崎に初のスプリンターズステークス勝利をもたらした。その後、香港に遠征し12月の香港スプリントに出走したが9着に敗れた。 2016年初戦の阪神頻馬ステークスは9着に終わる。続く2戦目、5月15日のビクトリアマイルでミッキークイーンや湘南パンドラを抑え連覇し、7歳頻馬としては JRA 史上初の GI 勝利を挙げた。そして8月31日に現役引退を発表した。10月30日に東京競馬場で引退式が行われ、 11月13日付で競争馬登録を抹消された。12月にイギリスに渡りニューマーケット近郊のナショナルスタッドで繁殖品馬となる。2016年12月2日、イギリスサフォーク州ニューマーケットのナショナルスタッドに到着。着地検査を行った後、繁殖品馬厩舎に入り、2017年から繁殖品馬として、 つなぎよう生活を開始した。2018年2月11日に、初後、ストレートガールの2018を、イギリスサフォーク州、ニューマーケットのナショナルスタッドで無事に出産した。2021年1月15日現在母、ネバーピリオドは500万下と区別、若菜賞を制するなど参賞を挙げ、社大カグラの、反イモート体制カグラを、 母の母に持つストレートガールはネバーピリオドの2投目の3区であった。ありがとうございます。